オーダースーツのことなら福岡テーラーグレイス。皆さんこんにちは、テーラーグレイスの平地晴です。今日は残念な着こなししてませんかということで、意外と知らないスーツの着こなしマナー初級編をお届けしたいと思います。まずはボタンマナーについてなんですけれども、意外と街中でスーツを着られている男性とかもやっちゃっている NG な行為があります。それがボタンの下を止めること。これ今実際にちょっと止めてみると、まあ、こんな感じになるんですけれども、一見おかしくないようにも感じちゃうんですけど、実はスーツってフレアカットになっているので、そもそもこの下のボタンを止めるようには設計されていないんですよね。もう一度開けてみるとわかると思うんですけれども、このフレアカットになっているこのラインが自然なので、これが本来であるスーツの着こなしとしては正しい着方になります。ボタンマナーベスト編、6つボタンのこの形の場合は下のボタンはちゃんと外してあげましょう。もう一度つけてみると、もう明らかに変です。稀に下までつけている方がいるので、ちゃんと外してあげましょう。そして椅子に座るときなんですけれども、座れるときはちゃんとボタンを外してあげましょう。でこれは実際にお食事の時とか、まあ、面接の時などもそうなんですけど、かしこまった場でも外すことはマナー違反ではありません。なので外してあげることが正しい着こなしなので、ぜひ、座る時はボタンを外して、そしてまた立ち上がる時にさっと戻してあげるのがスマートな着こなしなので、ぜひ実践してみてください。続いてこれも時々見かけるんですけれども、しつけ糸がついたまま着られている方がいるので、これも絶対に外しましょう。ちなみに当店ではちゃんと取ってからお客様にお渡ししています。そして続いてパンツなんですが、パンツは絶対に腰履きはしないでください。ウエストの高い位置で履いた方が足も長く見えますし、基本的に腰履きをしちゃうとだらしなく見えるので、絶対にやめてあげてください。ということで今回は残念な着こなししてないですかということで、スーツのマナー初級編をお届けしました。ぜひ参考にしていただければ嬉しいです。雑談コーナー、イエーイ、イエーイ。何するんですか、いきなりですけど。雑談ですよ。はい。質問？はい、質問です。はい。日賀さんは好きな食べ物何ですか？いりますそれ。いります。梅干しです。梅干し渋いですね。今日お昼何食べました？今日のお昼は生姜焼きでした。はい。そうですか。はい。美味しかったですか？美味しかったです。ほう。ほとんど。ね、普段この辺りすごいご飯屋さん多いので一人でランチ行くことが多いんですけど、今日は初めて入った喫茶店みたいなところでランチ、コーヒー付き700円でした。いいですね。食べないですよね、森田さんランチいつも。うん、僕は食べないです。なんでですか？なんでですかね。森田さんはお昼ご飯食べない人なんですよ。はい、なんか食べたらいけない気がして食べてないです。私の立場。私すごいなんか食べても申し訳ないですよね。僕はちゃんと日賀さんには休憩をちゃんと与えてるんで、ブラック企業ではありませんので。いやもうブラック企業どころかホワイトすぎる企業ですよ。はい、ありがとうございます、いつも。はい、はい、ということで終わりですか？終わりです。今日の雑談タイム終了。お付き合いいただきありがとうございました。じゃあまた皆さん楽しみにお待ちください。おすすめのランチ屋さん教えてください。そして YouTube 登録、いいねボタンよろしくお願いします。